こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、インベンター 3DCAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日は、素直、ノットイコールイエスマンということでお話ししていきます。サブタイトルは、一流になるための思考法ということで解説していきたいと思います。はい、今日お話しする内容は、次の3つですね。1つ目、忠告は飲み込んでから吐き出す。2つ目、 素直とイエスマン。三つ目、人の評価はする。今日はこのような内容について詳しくお話ししていきたいと思います。はい。まず、忠告は飲み込んでから吐き出すということですけども、これどういうことかというと、皆さん今までいろんな方がね、アドバイスをくれたと思います。先輩や上司、同僚からいろんな忠告があると思うんですけども、 その中で有益なものもあるけども、あまり参考にならないものもあると思うんですね。このような時、どのように考えるかというと、他人のアドバイスが自分に合ってるかどうかを判断しないといけないんですね。ここが非常に大事なマインドになってくると思います。 で、人からのアドバイスを最初から実践しないで否定するのではなくて、まずは素直に実践してみるということですね。今自分が持っている知っている範疇外のことをやってみるっていうのは非常に大事なことです。人から見てることって案外正しかったりするので、まずは素直にやってみるっていうマインドが大切だと思います。 で、やってみた後が非常に大事で、自分に合わない場合は、たとえ上司の忠告、アドバイスであっても、吐き出すということですね。これ、吐き出すっていうのはどういうことかというと、一回飲み込んで素直にやってみて、うん、やっぱりこれは自分に合わないなとか、違うなという時は、やらないということですね。これが非常に大事なんですけども、ここがなかなかできなくて、実は苦しんでるという人が多いと思います。 自分に合わないものに無理やり合わせ込むのは良くないんですね。例えば自分に合わない食べ物をたくさん食べると気持ち悪くなると思うんですけども、それと同じで自分に合ってないアドバイスとかやり方を続けてると、やっぱり無理が来るんですね。ですから自分じゃない自分を演じてしまうと、魂は輝かないということですね。なんかうまくいかない。なんか自分らしさが発揮できないっていうのがこのような状態だと思います。 ですから自分の頭で考え抜いて正しいと思うことを実践して証明していくというマインドが必要だと思います。はい。それでは次は素直とイエスマン。これについてお話ししていきたいと思います。え素直であることとイエスマンであることはこれ全然実は違ってですね。 上司の言うことをはいわかりましたと言って素直にやることは大切です。大切ですけども何も考えずにはいわかりましたというのは新入社員の時だけにした方がいいと思いますね。新入社員の状態っていうのは真っ白でえ何も書き込まれてない状態ですから上司の言うことをはいわかりましたとやって素直に実践して体で覚えていくというのは大切なことです。 でもこのはいわかりましたをいつまでも言い続けてるとどうなるかっていうと自分の頭で考えなくなるんですね。これ上司のタイプにもよるんですけども細かなことを的確に指示を出してくる上司。このような上司の下に使えてる人っていうのは自分の頭で考えなくなりがちなんですね。その上司の言うことを聞いてればそれなりにうまくいくのである意味頭で考えなくなって楽なんですけどもそれをすると結果伸びなくなりますね。 では上司が変わって違うやり方の上司が転勤してきましたという時に違うやり方ならまたはいわかりましたと言い続けるのかということですね。これをやってると自分の頭で考えなくなってしまって成長がなくなってしまうんですね。で、素直な人っていうのははいわかりましたというだけではなくてちゃんと受け入れて自分の頭で考察してるんですね。この人のやり方はどういう考えでやってるのか。 このやり方だとメリットはどうなのかデメリットはどうなのかということをよく考えて仕事をしているこれが素直な人だと思います。はい次は人の評価はスルーするというこ,とです、ね、これどういうことかというと上司が変わると評価は180度変わったりすることがあります。 スポーツで言うと、例えば監督が変わったら、今まで補欠だった人間が急にレギュラーになったりですね。逆にレギュラーだった人間が補欠になったりすることって結構あると思うんですけども、これはなんでこういうことが起こるかというと、結局他人の評価なんて適当でいい加減なんですね。これいい加減っていうのはどういうことかっていうと、やっぱりその上司の好み、これがどうしても入ってしまいますね。 それから感情も入ってしまいます。イエスマンが好きな上司だと、はい、わかりましたという人間を優遇したり、そういう風になってしまうんですね。本当の実力を見る人っていうのは案外少なくてですね、やっぱりこう人間なので、知らず知らずのうちに、ある意味見た目素直な人間、イエスマンを評価したりしてしまいます。ですから逆に言うと、上司とかお客さんの評価はそんなに気にしない方がいいということですね。 ですから適当でいい加減というのはそういう意味であまり気にしないという方がいいと思います。上司にどう思われるかを気にしすぎないということですね。そればかり気にしていると本質を見失ってしまいます。で他人の評価を気にしなくすれば非常に気楽に生きられるんですね。自分の中で何というか軸ができてきて人にどう思われようと自分はこういう信念で仕事をしていると。 いうのができてくるので、気楽に生きることができます。これは多分20代のお若い方は結構難しいと思いますし、うん、性格にもよると思うんでねえ、自分で意識して実践していくのが大事だと思いますね。で、他人に合わせればある意味楽なのかということですね。例えば上司とかお客さんに好かれれば楽になっていくのかっていうことですけども、 これを続けるとどうなるかというと、他人の好みの人間になろうとしてしまうんですね。A さんに会ったときは A さんの好みの振る舞い、B さんに会ったときは B さんの好みの振る舞いになってしまうので、これどうなるかっていうと、なんとなく軸のないふわふわした人間味のない人物になってしまうんですね。まあ、言葉を変えて言うと、八方美人のような人間になってしまって、 なんというかこの人って本当はどんな人物なんだろうとかその人らしさが出てない人間になってしまうんですねこういう人って結構いて非常になんか透けたような感じの人間になってしまうという印象ですねなんかうまく言えないんですけどもまあそういった感じですでそういう人って結局どうなっていくかっていうと自分の頭で考えてないので判断力が身についてないんですね その時その時の状況に合わせてうまく表面的なところだけ変えて相手にどう思われるかっていうのを基準に行動を決定しているので結局自分での実力が身についてないということになっていきます。で肩書きと立場の話なんですけどもどうしても上司とかお客様っていうのは自分より立場が上なんですね。ここれについいいいてちょっとととと、考察したいんですけどども、どういうことかというか 上上司お客様は自分より立っている位置が上です。これを平たく言うと相手の方が強いってことですね。結果どうなるかというと損得感情が自分の中に働きます。この人に嫌われると損するなとかこの人に好かれないと出世に響くとかこのお客様を怒らせると会社から怒られて自分の立場が悪くなるとかそういう損得感情が働きます。 これはまあある意味しょうがない当たり前のことなんですけども結局その人自身を見てないんですねその人の人間性とか何というか中心部分感覚的な大切なところを見ずに肩書きで判断してしまう癖がついてしまいますね A という部長さんが言っている B という係長が言っている同じことを言ってても A という部長が言ってるから聞こうとか そういうことになってしまいますね。はい、じゃあ結局伸びる人間はどのような人間かというと、自分の成長を中心に置いていて素直であるっていうことですね。まず自分の成長に繋がることはどういうことをすればいいのかというのを中心に置いていて、人のアドバイスを素直に聞いて実践するということです。で、これは先ほど説明したようにイエスマンとは違ってて、 自分の中でちゃんと素直にやった後に考察して分類していくという作業ができている人ですね。それから人からの評価を気にしてないということです。自分の成長を中心に考えているので、人がどう言おうとあんまり気にしてないということですね。それと相手の肩書きではなく人間性を中心に見ているということですね。 アドバイスしてくれた人たちの肩書きによって判別しているのではなくて相手が言っていること自身を中心に見ているということですそれから当たり前を疑っているということですね周りの人から言われたこと常識的にやっていることを本当に正しいのか自分で考えているということですこのあたりが私が長年30年ぐらい仕事をしてきて伸びている人っていうのは こここのよううなとととを実践しているといるです平たく言うと結局自分を中心に置いてるんですね他人にどう思われるかどんな風にしたら人に好かれるかとかいうことではなくて自分はこう生きてるこういう信念を持って自分の成長のためにいろんなことを実践しているとそういう人が結局伸びていると思いますねそれでは最後に YouTube チャンネルをご紹介して終わりたいと思います ためすえさんの YouTube チャンネルです今日お話した素直とイエスマンについて陸上のコーチの観点から詳しく解説してくれていますので概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしければ後で見てみてくださいそれでは今日の動画は以上となります今日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう